テレビに出演している芸能人のギャーは0円であることもある。名前の宣伝や PR のための戦略として出演することもある。体を売ることで男性プロデューサーから仕事をもらうことは、女性芸能人にとって通過儀礼な時代があった。現在も女優やアイドルやタレント問わず枕営業は行われている。人気芸能人のスケジュールは、分刻みであることも少なくない。電車や新幹線がわずかに遅延するだけで痛手となる過密スケジュールである。オーディションの結果の詳細は、ほとんど公表されない。事務所や企業の圧力や忖度が裏で動いているためである。芸能人同士の熱愛や結婚は、自身の宣伝目的であることもある。力のある番組スタッフとの結婚や年の差結婚のすべてが純愛とは限らない。芸能界は、先輩後輩の文化がとても強い。それを勘違いした子役出身の芸能人の多くは嫌われ排除されていく。芸能界で活躍するきっかけの多くは、スポンサー。新人芸能人は大手企業や広告代理店による CM やドラマの出演を目指す。近年の芸能人が出演する作品には、二次利用による収入源が増えている。テレビ局の再放送だけでなく配信サイトによる二次利用は令和の芸能人を大いに支えている。芸能人のほとんどが、本当の姿ではない。世間や制作側の人間に受け入れられやすいキャラクターを選んで演じている。芸能人によって、スキャンダルの報道のされ方が大きく異なる。所属事務所が報道機関に圧力や裏金をかけているとされている。多くの芸能人が嫌う週刊文春の収入は、桁違いである。嫌われながらも多くの芸能人や一般人に購読されている。テレビにしか出ていない芸能人を、ほとんどの国民は認知していない。YouTube をはじめとした配信サイトがエンタメのメインとなった国民が年齢問わず増えている。体調不良による活動休止は、ただの名目でしかない。本人の精神的病気だけでなく事務所間のトラブルや契約内容の不備など裏の事情がある。近年のアナウンサーは、同じ芸能人として世間から評価される。局の不祥事やトラブルを本人に代わって顔出しで代弁する責任も果たさなくてはならない。芸能人による美容の意識は、桁違いである。近年は男性芸人も化粧をするほどである。テレビ番組を担当するスタッフの多くは、数年で辞めていく。テレビには映らない裏の顔や悪態に直面し耐えられない人もいる。テレビ番組の笑いの多くは、あらかじめ決められている台本上の笑い。ただ近年では即興性や意外性を重視するトークや漫才が増えている。日本や韓国では、急激に世間による風当たりが強くなった。不倫や脱税や暴力などのスキャンダルを犯した人間を二度と社会復帰させないという風潮がある。芸能事務所の闇契約は、もはや当たり前。スキャンダル隠蔽のための週刊誌への報酬は桁違いである。芸能人のマネージャーは、超ブラック労働。不規則な日時に迅速に連絡を取り合わなくてはならない。路上でスカウトされた芸能人は、ほんの一握り。スカウトされた人間の多くは詐欺や犯罪に巻き込まれる。枕営業は、半分は都市伝説。証拠が残りにくいがゆえに曖昧も異なっているだけである。一部の芸能事務所は、デビュー時に多額の費用を請求する。借金を負わせることで長期間事務所に尽くさせようとしている。干された芸能人を、
職場復帰させないように動く勢力がいる。それでもメディアに露出しつつある芸能人は化け物。個人経営による芸能人を潰そうとする大手事務所がある。YouTube の台頭以降努力次第で個人でも十分抗えるようになった。メディアよりも力を持った芸能事務所は犯罪も隠蔽できる。日本の報道の不自由さは海外で酷評されるが、それも隠蔽できる。芸歴も長くテレビ局との信頼も厚い芸能人はほとんど家に帰らない。楽屋で数日間暮らすことができるためである。人気芸能人の休日はもはや存在しない。ちょっとした隙間時間を使って休憩を取ったり家族と過ごしたりする。東京都内には駅や路上に人気芸能人が普通にいる。ただ多くの都会人は自分に忙しかったり変に気を使ったりして話しかけない。人気芸能人による自殺はテレビ側は大々的に報道する。日本では平均で1日に3000人から4000人の死者が存在するがほとんど報道されない。